はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日はオールフォーワン超究極級クリア目指して頑張っていくんですけども、パーティーはこんな感じで、毒弱体化バフ火ダメ回復というわけで、まあわかりません。はい、ゾンビアタックかましていくほかないんですけども、まあ毒に重きを置くという戦術は正しいと思うねんな。あ、バリアも使用してくんのね。んーでね、何ですか、開幕早々バフ吸収とかいうのやってくるんですけども、ログ解放したことにより、これちゃんと見る、これ素晴らしいんですけども、次のターン、ペイントプチを除く盤面のプチすべて破壊、了解しましたと、いうわけなんで、ここに関しては着地こっちでいいかな。そんでもって、着地からのぶち割りムーブで、そのバフ吸収は何や？バフ使用したらあかんっぽいな。攻撃バフ？了解しました。はいと。んでもって、で盤面破壊、見れるわけがない。数値の高いやつ1個吸収は、なるほど。次のターン、ペイントプチを除く盤面のプチ全て破壊。あー、プチ破壊系をまあ結構行ってくる感じか。厄介やな。今回のこのオールフォーワンと対となっている、キャラがね、あのユナイテッドステイツオブスマッシュの伝説キャラの、オールマイトなんで、あのオールマイト、火力に全振りかと思いきや、補助特化なんですよ。なので、めちゃめちゃむずそう、今回のダンジョン。盤面の必殺全破壊と、バフ、これ何パーですか？10、10、10の3カードはきしょいな。バフ回持ってくるべきでしたね。僕、パーティーにバフ回がいないんですけども、ウルカ発動していきまして、はい、素晴らしい。着地クソっているんですけども、しゃあないというわけで、1000人が溜まっていないっていうクソムーブオッツなんですけども、はいと、ここで1000人溜まってへんの一体何ですか？暗闇使用してくるやんけ。はぁ。吸収と、4ターン弱体化、7ターン毒。弱体化の味方単体に強力な攻撃。なるほど。弱体化短縮連れてきたんは大正解やったな。一旦ここ、ナスさんぶち込んで、ちょっと待ってくれ。暗闇使用してくんのか。隠しギミックは今回暗闇ということね。さすがにそこを対処してねえわ。暗闇はそれ分かるやつ誰一人としておらんぞ。まあ短縮打っていきまして、はいと、全員弱体化2ターン短縮、特性でついているんで、これで一応完封はできたと。あ、味方全体のプラス効果すべて解除。うわーうーわ、きっついの。じゃあここでガマユエンダン打つのはもう 100% 間違っていたな。じゃあ次のバチックスは毒の味方に大ダメージやろう。絶対そやわ。なるほどね。レジェンドを打つタイミングを見極めないといけないというわけか。あ、やっぱり毒の味方に大ダメージ。あ、でも毒もう一発付与してくるわけではないか。永続で暗闇？はぁ。なんじゃお前。僕の未来お先枕ってか、面白いこと言うやないの。はい、というわけで戻ってまいりまして、ここで弱体化やってくるんですけども、ここ単体なんで味方。なんで、ここに関しては、ジンベエで挑発風よったら、おそらくいなせるんじゃないかなって思う。
限界バトルの佐賀の知識活かせるんじゃないかなと思うんですけども、スバラです。そしてもって、ここで、レジェンド発動。まあ一発毒は食らったものの、まあ継続回復でまくり返すことはできるのではないか、僕はそう考えているんですけども、でもってここに関してはまあ一旦運で、そしてもってせやな、まあここ特にやな、まあ小野寺割って、ここ必殺破壊飛んでくるな、ぶち割っといてと、でここ暗闇、使用してくる、で毒の味方に大ダメージでしょ。まあいい、全然いい、全然いい、全然いい。はいと、毒の味方に大ダメージで、ここ暗闇解除していきまして、お盤面がなかなか素晴らしいね。まあぶち割ってせやな、これはまあ特にやることがねえな。ウルカ発動しておいて、でもってまあ割っておきましょうかね。はいと、オッケー。でまたバフ吸収、バフバフ吸収っていう1ゲージ目はこれの繰り返しかな、おそらく。1ゲージ目もそこまでガードが硬いわけでもないんで、まあ多分これの繰り返しをしてくるだけかなぁと思うんですが、まあ割っていきまして、オッケー。地味にこの八尾桃の特製のペイントプチめちゃめちゃ優秀。ここはまあ割っていきまして、小野寺巻き込みたかったけどちょっと無理でしたね、申し訳ない。で地味に3ゲージあんねんな、それも今気づいたわ。3ゲージって結構きつない？ 3 ゲージって結構きつない？まあ、大事なことなんで2回言ったんですけども、ここに関してはせやな、着地神スバラ、これは文太呼びつけていきまして、まあ盤面触るか。はいと、次の吸収と同時に毒と弱体化を使用してくるんで、ギリギリ文太生きるので発動しました。発動しました。発動しました。寝起きなんですけども、でもってバフ3つ付与されて、一旦ここで割って、八尾桃、せやな、着地がバグったな。まあいいでしょう。こんな感じで割っていきましてと。はい。で、ここは弱体化食らってる味方に大ダメージ入るんですけども、ここをどうするかやな。毒はいなせている。ここの弱体化をどういなすかですね。せやな。まあ、小野寺はここで割っておいて、盤面破壊は確か飛んでこうへんやんな。飛んでこないので、まあ、弱体化短縮打って、あ、なんかバフしてもった。あ、やばい。バフしてしまった。ちょっと待ってくれよ。ここのバフは、想定外にも程がある。ということはつまりバフ吸収される前に僕が突破しないといけないという状況が発動されました。ありゃすというわけで、ここに関しては、まあ、盤面触って、盤面触って、まあ、割る形にしましょうかね。小野寺2枚割り、できた。まあ、突破かな、次のターンか、このターン。あ、突破したな。オッケー。1ゲージ目突破、さあ、2ゲージ目。あ、友情。うわ、レジェンドゲージ 100% ダウンですか、これ。うわ、きっしょい。ペイントプチを除くプチ全部破壊、レジェンド 100% ダウン、2ターン味方全体の友情技封印数。なるほど。でしたら、考えろよ。考えろ考えろ。どうしたら僕は救われる？ここやな。そしてもって、暗闇解除。これ撃っとこう。これ撃っといて、あ、素晴らしいですわ、着地が。
まあ、こういう感じでいきましょうかね。そして持って6個。そして持って6個。そして持って6個か。盤面破壊飛んでくるかな。どうやろう。まあ、飛んできたらうざいんで、破壊しておきまして、これはおそらくあのバチクソが飛んでくる前にワンパンするパターンか、マリクの逃げ締めか。まあ違う。まあ普通に殴っていい感じか。じゃあ優しいな。あれ？オールフォーワン世界戦変わったらこんな優しなんの？お前もヒーローにならないか？お前はヒーローになれるよ。これからも。この先。期待の新人ヒーローになれるぞ。構成シーヒンか、僕の元で。まあ、ぶち割っていきまして、はいと、ワンパンじゃないんで、まあ、こんな感じで連続で殴っていったらなんとかなるパターンか。優しい。やさおやんけ、お前。いいね。さすがですわ。まあ、ぶち割っていきまして、ここは、おのでら。なるほど。せやな。せやな。これは、こういう感じでいいかな。オッケー。レジェンドゲージも、ダウンしてこうへんしな。やさおやんけ、こいつ。次のターン、レジェンドゲージじゃなくてなんか使用してくるというわけで、ここに関しては、小野寺2枚割りぶちかましたかったけど、無理なんで、せやな。まあ、ハート割って、5。まあ、割って、ジンベイ2枚割りでド安定やな。一旦ここスルーして、ジンベイ2枚割り、ぶち込んでいきまして、確証ですね、逃げ締めは。オッケー。さあ、逃げ締め突破ラスゲなんですけども、はいと、20万バリア。キショキショ !20 万バリアはキショキショなんですけども、ペイントプチを除く盤面のプチすべて、これは今の行動か。なるほど、了解しました。ということは、つまり、逃げ締めは、行動パターンの、予約されないっていうね、そういう状況ですか？ドタキャンですか？ありゃすというわけで、あ、すんごい体勢。すんごい体勢ですわ。はい。で、この火ダメ回復は、あ、これ盤面割っとくか。この火ダメ回復は、1万だけ。なので、僕はてっきりなんか、10万ぐらいの回復を5ターンみたいな、そういう感じかなと思ったけど、やさおやな、こいつ。さすがオールフォーワン。ジャンプチの世界戦では優しいですわ。もうちょっとでアニメ始まるんですけどもね。ここは文太発動しよう。1ゲージ目と行動パターンが一緒というのを仮定した場合、あ、今、賢いアピール仮定した場合、ここの、プチ吸収とともに、あ、バフ吸収とともに、やってくるんで、まあ、急に語彙力死んでバカになったんですけども、やってくるんで、ここで文太発動しても大丈夫やと思う。んで、1ゲージ目通りに行くと、ここは弱体化の味方に大ダメージ。なので、まあ、これはちょっとゾンビアタックかます感じかな。あー、一緒やな。ピン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 で、弱体化の味方単体に大ダメージを食らわしてくるというわけなので、ここは全然いなせる。まあ、短縮2枚使って、ラス枠ジンベイで、ご飯粒サイズ使用してっていうムーブでよろしいかな。はいと、ちょっとバフされてるかな相手に。あー、でも言うて痛くないな。
盤面の必殺プチすべて吸収して味方単体に攻撃。なるほど、了解しました。でしたらここはまあチカさんぶち込んどいて、ぶち割りの、これはね、うん、爆発範囲紙いってるんでぶち割りの、あ、外でカラスくん今日も元気で、ぶち割りムーブと。まあ行きましょうかね。オッケー。まあレジェンドをまた早いこと発動していきたいっていうのが本音なんですけども、バリア貫通しまして、うわ、レジェンドゲージ 100% ダウンレジェンドゲージ 100% ダウン、きっしょきっしょ。これは、あ、でも毒の味方に大ダメージやってくる割には毒使用してこうへんかった、ヤサオやんけお前マジモンのヤサオやん、どうしたん、お前もヒーローにならないか、お前ヒーローになれるぞ、君はヒーローになれる、それオールマイトに言われてごらんお前。で次、ダメゲン、これは確か、うん、必殺を吸収して、こちら側にダメゲンを付与してくるという、もうなんていうの、停戦協定結ぶ予感しかしないんですけども、ここは回復打っておいて、まあ、ここで必殺は割れないので、せやな、まあ必殺、せやな、吸収してもらいたいよな、ここはさすがに。でもオールフォーワンの攻撃ってダメージ減貫通なんですよね、そこがちょっとよくわかんないんですが、まあ僕はオールフォーワンを信じるよ、もう僕はお前のことを敵と思っていない、敵とみなしていない、むしろ味方やと思っている、お前の言うことすべて信じよう。はい。お、小野寺残してくれた。小野寺残してくれるやん。え？君はヒーローになれるよ、オールフォーワン君。ワン君？次のターン必殺プチ2個吸収して、あ、ダメゲン付与ありがたしやせ。次のターン致命的な攻撃。あれ？次のターン致命的な攻撃、っていうことはつまり何をしたらいいんや、まあぶち割って、ここでも必殺吸収してくれるということでよろしいんか、これはこの書き方やったらこのターンも、必殺2個吸収してくれてダメゲンを貼ってくれるという、でその致命的な攻撃はそのダメゲン貼るからそれで頑張っていなしてねっていうパータンになってるんかな、ちょっとわからんけども、まあ一応必殺2個を生んでおきまして、小野寺回復も挟めているという状況です。はい、これいかほど、オールフォーワン君ヒーローにならないかお前も、え、じゃこいつ、一旦味方全体が受けるダメージ、うん、吸収した数かける1万軽減お前もう素直になれって、自分の気持ちに素直になれ、オールフォーワンよ、ヒーローになりたいんやろ、今からでも遅くないぞ、社会復帰はこちら側に来ないかお前も、まあぶち割っていきまして、でもって、せやな、これを繰り返してくる感じか。なるほど。行動パターンを分かりました。1ゲージ目も、ラスゲも共にワンパターンやな。これをなんとかいなしきったら、こちら側に勝機しかないというわけで。多分、間のダメゲンの攻撃は、その都度やってくれると思うんですよね。なので、まあ、ぶち割っていきまして、研磨&、
ここの文太は発動してもいいな。文太発動していきまして、はいと、そしてもって必殺吸収とかは、必殺すべて破壊が飛んでくると。なるほど。ここは挑発撃っておきまして、はいと、これで、次の弱体化の単体攻撃もいなせるようにしておくというムーブ。はいと、はい、もう行動パターン一緒やな。オッケー。そしてここは弱体化の味方全体に大ダメージ、あ、単体化、食らわしてくるムーブなんで、ここに関しては小野寺で必殺ワンのはもったいないんで、ここ一旦スルーして、弱体化付与って、ぶち割りムーブでよろしいな。オッケー。これで弱体化も完封できたと。ダメージ以下ほど。ここもまあまあ入るよ。素晴らしい。弁正のめちゃめちゃいいね。オッケー。めちゃめちゃ優しいやん。で、ここは必殺吸収して攻撃が飛んでくるというわけなんで、まあ、必殺技は絶対にいなしてねっていう状況か。出たら、ここは、爆発範囲考えて、素晴らしいな。こんな感じで行きましょうかねと。優しい。100% 味方やと思っていたネテロ会長の方が鬼畜やったんですけども。難易度で言うと 100% 敵のオールフォーワンより 100% 味方のネテロ会長の方が難しいて、この世界はどうなっとんねん。バグっとるやんけ。さすがパラレルワールドですね。まあ人もね、あの一歩間違えれば敵になってしまうっていうね、そういう教訓ものすごくいいんじゃないかなと思うんですけども、毒の味方全体に大ダメージ。これはウルカ発動しておきまして、でもってこっち割りましょうか。はいと、でまた必殺生むっていうパターンでしょ、ここ定番の。はいと、ただ今回最大吸収ちょっと難しそうな感じがしてますね。はいと、必殺参考吸収が飛んでくるというムーブなんですが、いけるやないの。オールフォーワンくん、お前プチの振り方も僕のプラスになるようなことやってくれてんの。お前のその複数ある個性で。マジけ、お前もヒーローにならないか。もう僕から言うんはやぼっつうもんよ。そんだけ僕への気持ちを示してくれてるならば、もうこれは答えるしかないよ。ヒーローになれお前も。はい、ここでまた、さらに2つ吸収してくれる小野寺を回避して、え、僕と結婚しないか。オールフォーワン、僕と一緒に暮らそう。そして平穏な世界を築こうやないか。ここに関してはまあ盤面破壊していきまして、せやな、まあ特にやることがねえんで、こんな感じで、盤面触っておきまして、小野寺2枚割り、かなり順調になってきました。まあターン数は30ターンってエラ長なんですけども、まあねえ、相手ちゃんがね、このオールフォーワンちゃんなんでね、ちょっとこのランデブーすごく楽しみたいという気持ちも山々なんですけども、んでもって、まあここぶち割っていきまして、上で繋がらんかな。おー、オールフォーワンくん、僕と一緒に後の人生楽しみませんか。僕の隣にいてくれませんか。一生お願いしたいんですけども。あ、買ったわ。なんじゃこいつ。めちゃめちゃ優しいやんけ。お前どうしてん。もうすぐお前アニメ始まんねんぞ。なあ。そんなんでいいのか。まだ本気を出していないということか。オールフォーワン君、アニメで本気を出すということですか。なんじゃこいつ。はい。というわけで次のターン確実に勝ちましたというわけで、HP ほぼフル満タンっていうね、
なんじゃこれ。めちゃめちゃ簡単やったな。久々に、なんか難しいダンジョン来たかなと思ったけども、久々に簡単なダンジョン来たわ。今回ツイートなってんのがオールフォーワン、オールマイトなんでね、ちょっとどうなるかめちゃめちゃ怖かったんですけども、まあ、無事に勝つことができました。ありがとうございます。というわけで、HP もほぼフル満タンと、ありやす。まあ、オールマイトも耐えて耐えて最終的には、優位になって勝つみたいな、状況やったんで、僕もまあ33ターン肩、かかったものの、だんだん順当に進んで勝ちましたというわけで、無事勝利しました。理想の強さ、ありがとうございます。